歌でもよ歌うじゃねえかっていう話になったんだけど、あ、なるほどなっていうことで、まあじゃあ思い出の渚、ね、グループサンズのメンナンバーで、懐かしのワイルドワンズのグループサンズの時代の時代もいないかなと思ったけど、いや意外にジジイもね多いから安心したんですけどね、多分知ってる世代が多いんじゃない、今2世代ぐらい知ってるでしょうね、グループサンズはね。この辺はちょっとやってみたいと思いますので、ちょっと皆さん、聞いていただきたいと思います。それでは、ザ・ワイルドワンズ、思い出の渚。なったような気もしますね、ここでやったら初めてね。でまだね10分しか経ってないんだけどね、もうできる力ないんだよ。2010年からこちら出させていただいてます、カブトムシです。一応私もアルビオンのメンバーとしてミニデイにはずっと10年以上オフィシャルとしてお手伝いさせてもらってますけども、こうして、演奏もさせていただけるということで感謝しております。輪島の皆さん、お疲れ様でした。温めておいていただいてありがとうございました。